足寒くない？足寒くない？寒くないけど、なんか今日昨日かメディキットを吐きながら寝れなくて、体温高めの人？え、私基本の平均の体温が分からなくて、自分の着圧ソックス？TikTok 見ておりまして、お、私のも見てますか？ちょっとそれで言ったら私だって36だよ。 36.5 とか 36.46 36。カノンにはいつも赤ちゃんって言われてた。あったかいから私が。普通。そう、人間北海道。でも私の友達が人間北海道だった。めっちゃあったかいの、本当にいつもいつも。スイさんもさん、ハートありがとうございます。ゴリゴリ言う。モーさん、ハートありがとう。大好きさん、ありがとう。そうや、あの今日のライブで見た方がちょっと不安というか心配にならんように、もう先に言っとくね。カミングアウトしとく。これね、あの今絆創膏貼ってるんですけど、これは昨日やけどしちゃって、そう、やけどしちゃってめちゃめちゃでかいやけどしちゃって、今度病院行ってくるんですけど、もう今すごい色がもう人間の肌じゃない色してて。そうなの。昨日、今はどうか分からんけど、昨日はもうパンパンに膨れてて、水膨れ、そう、ヘアアイロンでまたやっちゃったんですよ。まあでも私と大丈夫なんですけど、私はあの、なんていうの、体調みたいな、そういう感じ。体調とかは全然なんかあの全く問題ないんですけど、でも僕の足は
足にさ、これ多分つけて出るかもしれないんですけど、かこう肌色の何かを貼って出ると思うんですけど、今日それ見てめちゃめちゃ結構、心配にならんとってください全然全然大丈夫なんでそう、でも絶対に後に残る感じなんですよ。痛くないよ今は。痛くない。まあでも触ったら痛いけどね、触ったりしたらちょっと痛いですけど。そう、ヒリヒリして痛いですけどね、触ったら。買うものなんか買ってあげたい。でももう全然痛さも何もないので。あ、あるけど、え、まだ膨れてる多分これ。プニプニするもん。キリリさん、だるま、ありがとうございます。早く病院行かないとなって思ってて。そう、抗生物質もらわないと。あと残ります。でもこれはもう病院行ってない。まだママに言われて、ママに見せたら病院行かないとねって。これは今までのはまだ ちっちゃかったけどさ、これはもうちっちゃかったし、その前、そのこれ、こういうこのちっちゃいのよりか結構すごい範囲、なんか これぐらいのやつがあります、今太ももに。そう、そんぐらいのやつがあって、その下にちょっと余韻でちょっとついちゃったところもあって、そう、まあ、そこは全然大丈夫なんですけど、大きいんですよ。明日病院、行ける日に行っときます。そうなんっていうお話。ライブ中にさ、気になって仕方なかったりとかしたら、せっかく来てくれたのに、それはちょっと無理ですので。やけどだよっていうことだけ。でも全然痛くないし大丈夫だよ。からで、もう私のダンスだけ見ててヘアアイロン落としちゃったの。そう、こうやって巻いてたら手が滑っちゃって、足にポッと落ちちゃって。大丈夫、すぐ治るから。今日暑いんですか？違います。一瞬考えたけどね、ついにしようかなとも思ったけど、ついはやめます。なんか何にしようかまだ決めてないの。キリンさん、こんばんも、だるま、ありがとう、ナナス、ハート、ありがとう。
ケモノポニーテール、あ、ポニーテールね。なんか前のさ完璧ライブではさ、ちょっとこう元気いっぱいダンス、キッズダンス、キッズダンサーみたいな髪してたじゃん、くまちゃんみたいなこうやってしてたから、ちょっとやめようと思って、ちょっとね今回はかっこよくしたいんですけど、かっこいい髪型にしたくて。何がいいと思いますか？おれおれおれおー、やれやれやれや。編み込み？編み込みにしようかしら。カノンがやってたから髪型とかやりたい。みかん。うん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 。まふては。ボンビーラン、懐かしい。懐かしい。でも私ボンビーラン、もうねこれもね、めちゃイケのイメージしかなくてめちゃイケしかなくても私岡村さんが一生懸命踊ってる。懐かしい。めちゃめちゃイケてます。これ分かってくれる人いる？いるよね多分。さすがにいるか。キジジさんハートありがとうございます。そう岡村さんめっちゃイケイケと楽しそうに踊っててめっちゃ可愛かったもん。なんかその時うん、いいなと思ってそれ見て。わかる、わかってくれたら嬉しい。めちゃめちゃイケてます。これめっちゃお父さん真似してたもん。懐かしい。あ、そう、ダンサーダンサー。何年前やろあれ、何年前やったっけ。2010年は行ってた、行ってない、8年とか2008年とかそんな古いっけ。でもそれぐらいか。でも飾える。運ぶよお飾える。やっちゅう。そうやな、10年前って言ったらだってわし7歳、7歳ですね。2007年、おう、じゃあ何歳だ。4歳だ私。ありがとうございます。
しさん、ハートありがとう。4歳の記憶は全くない。うん、4歳だった記憶、4歳だったことあるっけぐらいにいない、もうでもこんな感じでそうなっていくんだろうね。今こうしてさ、たわいもないこんな話をしてて、でも、もう私があと10年27歳とか、あ、まあ、27歳はまだ覚えてるかもしれないけど、もうちょっとこう年を取って4、50とかいった、4、50、60とかいった時とかは覚えてるのかな。今こうやってさ、みんなと一緒に朝、毎日朝6時半に起きてショールームしてみたいな。すいません、失礼いたしました。すいません、あ、鳥肌がすごい。忘れたくない私。でも忘れたくないけど、なんか忘れちゃいそうな。うん、鳥肌やばい。そう、昨日は話し会があったんですけど、そう、たくさんやっぱ癖の強い方とかいっぱいいておもろかったです。昨日も楽しかった。昨日もありがとうね。こちらこそ、まあ、全然話していないって感じでした。パン、ふさん、あとありがとう、頑張ってね。ダイヤモンド、エメラル、いや、ありがとう。ダメニャーマ、キャンクローさん、ハート、マックス・ゴゴシマさん、ね、ありがとうございます。長ズボン履こう、長ズボン履く。え、癖が強い人の方が好きですか？何その質問。え、別に全然どんな方でも嬉しいよ。嬉しいし楽しい。やっぱりなんかちょっとこう最初おとなしめだなってこう思った方とか、結構でもすごい方とかいるからさ結構あ、おとなしそうって思っても全然喋ったらもうウェイって感じの人とかもいたりとか、すごい最初から最後までウェイって感じの人もいたりとか、面白いかなと思って、いろんな方が、世の中にいろんな方がいるんだねって思います。クロさん、ハートありがとう。でもなんかオンライン、まあオンラインだとさ話しにくかったり、話しにくいって、うん、やっぱり会って話すのは全然違うからさ、そう、あんまり、いや、あんまり好きじゃないみたいな方とかいると思うんですけど、面白い。オンラインはオンラインなりに、まあプチって切られたりとかするのがちょっと盲点だったりとかやっぱりありますけれども、でもなんかそう、家のものを使って私たちに笑ってくれようとしてくださるその姿にいつも笑ってます。キリリさん、ハートありがとう。もちろん全然違う。だるま、
なおなおさん、バラありがとうございます。目線が合いづらいのも確かにね。その人の顔を見ようと思ったらさ、カメラ目線したらまだ目が合うんですけど、目が合うっていうか、まあ合ってもないんですけど、カメラ目線したらまあこう、あ、見てるのかなって思うけど、ちょっと下なんですよ。下にいるからさそう、私の顔が出てるから、下向きながら、下というかちょっと下を 見ながらこうやってやってるから、なるからさ、そうなんよ。ちょっとこうまぶたが下を向いてる、まぶたというか目がこう視線が下に行ってるのがしの、うん、そうそう、下に行っちゃう、行っちゃいますね。はい、じゃあもう私の配信は終わるので、はがきを入りたいと思います。今日もね、朝ごはん食べてぶどう食べましたよ。大好きなぶどうちゃんを食べました。今日ははこちらです。神戸中央区元町駅前、今日からニハハヨクオーザー、大人中高生おばちゃんにこんにちは、今でもここでもあなたもニハオ、マジでテキスト3ページ早くもここ出身に勝つぞ、すす旅費も安くない、母さん、お母さん、ママ、ここはどこ、君は誰、大好きな日本に言うため、はいちゃい、はいはい、ジャイナちょっと読み心地リアルファンクラブ、だんだん君の伝えたい気持ちが分かってく、もう愛に言えるかな、え、この曲知らんの、リア友は少し減ったけど、それも仕方ないや、はいはい、ジャイナちょっと夢心地リアルファンクラブ、だんだん君の伝え、千本桜とかなんかもうもう忘れたもんね、イントロ違う、 A メロ忘れちゃった、もう千本桜夜に紛れしかで、もうそこ
ね、ニコ生時代、うわ懐かしいね。ニコニコの時はもう千本桜千本桜とかボカロみたいな、ボカロ踊ったよみたいな、おい、ね、ラキラキのラクラクな君なら戦略と言いたい、もうどうしたどうした最近の全てをさらけ出してみせるよ、ラキラキのロクロクラ、ラキラキのロクロクラ。はい、今日は特典会もあって、それ終わったら何でしたっけ、完璧ライブがありますので楽しみですね。ソミって何の曲だっけ、ブレヘンデビュー、バターとリンゴ、そしてグラニュー糖、ラム酒を振ってレモン汁、もっと伸ばすはパイシート、砕いてビスケット、最後にそっと投げキス。これはメルヘンデビューと同じところのやつですよ。アイドルマスターの中にある曲、アップルパイプリンセスっていう曲。そう、マシュマロほっぺ、指先でプニプニ、楽しそうにあなたが弾いて笑う、プニプニマシュマロほっぺ、私あなたの楽器、秘密の五線紙の暗号、大好き、ちょ、わかるかな、あなたの大好きの中に私も入れて、もう一度可愛いって言ってみて、気づいてね。あ、いっちゃった。キレイジさん、うん、ありがとうございます。中の椅子の歌、ごちさんならば、まいのみさんかわいい、ありがとうございます、ちょいちゃんハートありがとう、夢相手する夢見やんなび、何もレシストのならばそこに見せてくれるの、何かじいつも二人かじって名前も知らない場所へ、これから吉島をお待ちしてます。今日は大変ですね、弾丸、うん、うん、はい、では私の配信は今日もこれに終わりたいと思います。皆さん見に来てくれてありがとうございました。13位マリキングさん、12位シンくん、11位足お大事、ありがとうハロさん、
位バーミテンさん、9位ポリゴンちゃん、8位ロコポコさん、7位フーさん、6位ポンタ、5位がノーノーさん、マスクありがとう、こちらこそ。4位がレン君、愛してるよ本気で、ちゃんと言ってね今度。3位がフッさん、ありがとうございます。そして第2位がモーさん、ありがとうございます。そして今日の第1位がキーデイジさんです、ありがとうございます。はい、今日も見に来てくれてありがとうございました。今日のラッキーナンバーは、今日は9月の27ということでね、なので、18番の方18番の方、コーマーさん、おめでとうございます。コーマーさん、お誕生日、違う、ラッキーボーイおめでとうございます。そして今日のラッキーカラーは、ドゥル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 、ダラン、黄緑色です。はい、ということで今日は黄緑色のものを少しでも身につけてたらいいことが起きるかもしれませんよ。全面黄緑色になったらもう絶対いいこと起きます。ということで皆さんありがとうございました。今日も一日頑張っていきたいと思います。またね、僕もあと3日、この投票の期間も終わってしまうので、最後まで頑張っていきましょう。バイバーイ。